ジークフリートヘルトは、ドイツフロイデンタール出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。レギオナルリーガー南部のキッカーズオフフェンバッハを経て、1965年に、ブンデスリーガのボルシアドルトムントに移籍。1965から66シーズンの UEFA カップウィナーズカップでは、リバプールとの決勝戦で、先制点を挙げ、2から1の勝利に貢献した。 その後は再びフルスのキッカーズオフェンバッハ、ボルシアドルトムントなどに所属した。ブンデスリーガでの通算成績は422試合出場72得点。西ドイツ代表では1966年2月にデビューを果たし、1973年までの8年間で41試合に出場して5得点を挙げた。 代表初選出から数ヶ月後の1966年ワールドカップイングランド大会ではレギュラーとして全6試合に出場。決勝に進むも疑惑のゴールによってイングランド代表に2の4で敗れた。1970年ワールドカップメキシコ大会でも3試合に出場。延長の末に3から4でイタリアに敗れた、いわゆる 正規の試合にも途中出場している。引退後は監督として、ドイツをはじめとする各国のクラブチーム、そして代表チームを率いた。ドルトムント在住ということもあり、2006年ワールドカップドイツ大会では開催地の一つである道都市の大使を務めた。ありがとうございます。